I'm home。 僕はあとどれだけこんな真実をこのメモに書かなきゃいけないんだ。木村拓哉演じる家路久志は10本の鍵に隠された秘密を解くことで失ってしまった記憶を取り戻していってるわけなんだけど、うん、まあとりあえずね、あの形状の鍵を見てそれがワインセラーのものだって分かったのは突然記憶が蘇ったせいと都合よく勝手に解釈したりとか、基本的に突っ込みどころにとらわれずに素直に鑑賞するっていうのがベターなんだろうけど、うん、まあそれにしてもね、家路久志という役どころ予想以上に木村拓哉にフィットしてるというかね、まあこのところはキムタクドラマに対して風当たりの強いコメントの方が多数派になってきたようにも感じるウェブサイトにおいても、今回のアイムホームは内容的には高評価のものが多くて、うん、例えば視聴率の低下を取り上げているウェブサイトサイゾーウーマンの5月1日付の記事でもね、4月30日放送のスマップ木村拓哉主演アイムホーム第3話の平均視聴率が 13.5% だったことが分かった。初回 16.7%、 第2話 14.0% と右肩下がりが続く中、スタート時には今期の連続ドラマで最高値を記録していたにもかかわらず、堺雅人主演のドクター凛太郎第3話の 13.7% に逆転を許してしまった。とある芸能ライターによると、視聴率 13.5% という結果は裏番組の日本テレビ系秘密の県民賞の 14.8% にも負ける数字で、アイムホームは連ドラトップ視聴率の座だけではなく同時間帯のトップからも転落してしまいました。ただそれでもこれまでフジテレビの月9や TBS のドラマで作り上げられてきたスーパーヒーローのキムタク像から大きく転換し、サラリーマン役を演じる木村についてネット上の評判は面白い、木村の素の演技は好感が持てると毎回上々ですとのこと。作品のストーリーに関しても来週が楽しみなのはアイムホームくらい、ここ数年のキムタクドラマの中で一番好きと高評価を受け、スーパーヒーローじゃないキムタクの方が好きといった称賛の嵐で、きちんと内容で勝負できているから数字は気にしないでほしいなど木村を励ます声まで出ている。視聴者票が上々のうちになんとか盛り返しにも期待したいところだが、ほう、ということで、まあどんな役をやってもキムタクがやればキムタクになってしまう、近頃はそういう評価も多かっただけに、このアイムホームの演技に関しての評判の良さっていうのは結構予想外というか、なんというか、ほう。でちなみにドラマの放送開始直前には実はこんな憶測が話題になったりもしてたんだけど、同じくサイゾーウーマン4月15日付、ヒロインを務める連続ドラマアイムホームの初回放送目前に控えた上戸彩が第一子妊娠を発表した。2012年9月にエグザイルヒロと結婚した上戸にとってまさに待望の解任となったが、このタイミングでの発表は異例中の異例だという。アイムホームはスマップ木村拓哉がテレ朝で初めての連ドラ主演とあって、発表前から関係者の間で注目を集めていた。2011年の TBS 日曜劇場南極大陸は平均視聴率 20% に届かず、2013年の同じく安藤ロイドに至っては第4話と第9話で 10.3% と一桁台が目前となっていた木村にとって、新天地テレ朝でのドラマ主演は起死回生をかけた大勝負になると見られていた。ところが放送開始直前の妊娠発表とあって完全に話題を上戸に持っていかれてしまいました。これでは上戸がジャニーズ事務所の主演を食ってしまったという状態だけに、業界で強い権力を持つジャニーズ事務所の出方次第では降板やペナルティが課せられても決しておかしくありません、とはとある芸能プロ関係者のコメント。しかし木村は4月13日に登壇したトヨタの PR イベントで、上戸さんもヒロさんもいい報告ができてよかったなと思いますと上戸を祝福。さらに現場では自分らもスタッフもできるだけ配慮していけたらと気遣う発言も見せていた。
そして同日、ドラマの収録現場では木村が上戸にブランケットを送ったことも報じられている。なるほどね。うん。ということで、何はともあれ、I'm home。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。